確かにあいつのことはよく覚えています。でも彼との思い出はそのほとんどが名前にまつわるものばかりで。藤井五樹。はい。どうせ同盟か。藤井くん、明日の日直誰だっけ？浦和の船橋。あいつとにかくたくさんの本を借りていくの。要するにあいつは誰も借りてない白紙のカードに自分の名前を書くのを楽しんでただけなの。ゆうつきストレートフラッシュ。落下じゃない？あなた方の先輩の藤井さん。藤井月さん、この先輩のこと好きだったんですね。もしまた挺高兴的。先輩の名前書くなんて。